はい、どうもひこもんです。今日はね、寄りに向かいます。寄りに何があるかって申しますと、八方城跡へ行きます。そこにはかつね、すごい守りの堅いお城がありました。最終的にね、豊臣勢の前田利家と上杉景勝に落とされました。まあ、落とされはしなかったんですよね。最終的に籠城して、交渉して開城しました。なもんでね、粘ろうと思えばもう少し粘れたと思います。そのお城ね、すごい場所にあるんですよね。左右川に挟まれて断崖絶壁の上にあるんですよ。今回その辺をね探れればいいなと思ってます。これは攻めるの大変だわって感じをね味わえたらいいんじゃないかなと思ってます。逆にね守る側になってね、これなら守りやすいとかね、そういうところを見ていきたい。というわけで八方城跡へ向かっております。てなわけで山を越えて寄りに入りました。あ、結構開けるんだな。お城周辺の地域がねどんな感じなのかちょっと見ていきましょう。交通の要衝でもあるんですよね。結構起伏が激しい。そろそろです。目の前が八方城跡になります。かつてすごい防御力の高いお城がありました。要塞ですね。今そこに入ろうとしております。もうそろそろです。踏切がありました。随分堀の上にあるんだな。もうこの辺です。堀がいっぱいある。今八方城に攻め込んでおります。あ、ここだ。では八方城へ。埼玉県の説明を読みますとね、八方城は戦国時代の代表的な城郭で日本百名城の一つに数えられます。川に挟まれた断崖絶壁の上に築かれた天然の要塞であったために、豊臣秀吉による小田原攻めの際に前田利家や上杉景勝らに包囲され攻防戦が展開。1ヶ月余り籠城した後、城兵の除名を条件に開城しました。本当に助かったのかな。てなわけでね、行ってみましょう。あちらに見えるのが八方城歴史館です。お休みどころあります。お休みどころにはかつてここを統治していた北条家の家紋のついた旗が翻っております。これです。こちらにもあります。いろんな、ね、家紋があります。こちら歴史館になります。とりあえず外を巡っています。柵もねそれっぽくていいですね。とんがってます。とんがりはカットされてる。安全に配慮されております。本来はねこれすごいとんがってるんでしょう。とりあえずねこっちの川を見たいんですよね。こっちにあの荒川ででかいんですけど、こっちはどうなのかなっていう感じです。この辺は土を盛り上げた土塁になります。荒川がでかいのはわかるんですけど、こっちの川がねどれぐらいの大きさなのか見てみたい。あの辺に川が流れてるようです。あっちに日本川が流れてます。こっちはね本拠地の外ですね。あー深いわこれ、すごいわ。本当に断崖絶壁でした。そこに川が流れてます。これね攻め込むのは大変です。無理です。で向こう側にも川があって断崖絶壁です。 Google マップで見るとねこっちの川ちっちゃそうなんですよね。ちっちゃいけど断崖絶壁でした。ここ落ちたはね奈落の底です。今土塁の上を歩いております。こっちからねわーって来るんでしょう。この土塁を登っていく、降りる、でも断崖絶壁っていう、このね草でよくわからないっていうのは残念です。この先は崖です。道が続いてるんでねあっち入れそうです。どう行くんだろう。安全に配慮されております。かつてここにあったわけですよ、お城が。ここからどう行くんだろうという感じです。川辺に降りられるのかな。川辺に降りられますね。本来こんな整った道ではありません。お、橋があった。ここで明らかになります。
断崖絶壁っぷりが分かります。見てください。すごい渓谷みたいになってます。これですかね。こっちが外側、こっちが内側。川は狭いですけどね、すごい断崖絶壁があります。これ登るのは大変です。無理です。あそこ崖になってます。ではいよいよ本拠地です。川の内側、多分ね、まあ、ここに来たとしてもここからね、矢でやられちゃいます。さらに奥深くへ入ります。さらにひときわ高くなっております。ここまで来たとしても上から矢で射抜かれて終わりです。連5点狂わ、2、3の狂わ。さらに進みましょう。さらに来ました。なんと車が走っております。車が走れる場所なんだ。とりあえずあっち行きます。かなり広いです。こっち行ってみます。勾配がね、激しいです。さすがお城、やすやすとね、攻め込まさせてくんないです。これ今の時期だからまだマシですけど、真夏は大変ですね。2の狂わにやってきました。かなり広いです。曲がって入ってくるんですよね。現代とね、当時の状況を照らし合わせられるようなマップがあるといいんですけどね。こちらに稲荷神社があります。これ土塁、この土塁は当時より低くなってるのかな。すごいデコボコしてます。おお、なんか白っぽいです。2の車の調査と堀と土塁、これぐらい深かったのかな。あ、ここに書いてありますね。2の車の土塁は高さが不明であることから位置を示すことを目的に低く復元しています。あと堀は移行面の保護と安全対策から堀底を高くしています。土塁の場所はここにあったよってことですね。堀も土塁もね、当時の高さにしてほしいですね。そういう場所ありますけど、予算でしょうか。ここが堀なのかな。これは攻め込むのが大変です。3の車に行きました。今ここですね。3の車はそっちですね。ここには門があります。でこちらには石垣があります。階段状になってます。守る兵がね、登りやすくなってるそうです。敵が来たぞってなったらね、ここ登るわけですよ。もう丸見えですよ。入ってくる敵をバッタバッタ。あの車ももう終わりです。ドカーン。ここ堀になってますね。お城の中を車が通っております。ここ小口っていうそうです。出入り口、しばらくずっと畑だったみたいです。ここはね、防御の要であり、出撃しやすくすることで攻撃性を高めることができるため、城郭の発達段階をよく表す部分です。ここを抜けて、ね、また戻ります。ここ石積みですね。ここも登りやすくなってます。ここ登ってね、守るんでしょう。ここから守れます。ここ登れるような高さじゃないです。もしかしたら端っこから行くのかもしれないです。ずっとあります。そっか、川があるから水は確保できるんだ。といっても確か地下水を汲み上げる井戸があったような気がします。行ったそばから井戸があった。井戸ね、ちょっと再現されてます。あー、眺めがいい。ここから睨みを利かせるわけですよ。こっちが荒川です。これまたね、すごい断崖絶壁になってます。いやすごいわ。向こうへ行ってみましょう。こっちの川はすごい幅もあります。この川を渡るのも大変ですけど、さらに断崖絶壁っていう話には聞いてましたけど、すごい場所に立ってます。まさに実用的な城です。威厳を示すようなお城とは違います。戦闘キャッスルって感じですね。ここにも堀があります。ここにも井戸があった。さすが1ヶ月耐えるだけあります。ここは馬出しがあったとこだそうです。立地条件がね、恵まれている上に、さらに内部にね、工夫を凝らしております。
これを落とすのは大変です。あそこなんだろう、見学するとこなのかな。一応登ってみよう。こんな感じです。ほんと来てみると分かりますけどね、断崖絶壁があります。これですからね、さっきのね神社があった場所に戻ってきました。ここから向こう側行きます。御殿、お殿様がいるところです。重要ポイントです。ではこの車通りがある場所から進みます。ここ行きましょう。この土塁は高い。うしょうしょうしょ、上まで来ました。上に登ってみたら結構広い。こういう時にバーチャル八形城あるといいんですけどね。この辺が殿御殿車っていうそうです。こっちの方にね御殿があるわけです。こっち断崖絶壁なんですけどね、3位高いっていう。河原が見えます。登るの無理。そしてここ雨の日は大変です。滑ります。乾いているので滑らない。断崖絶壁沿いを歩いております。ほんと崖の上にあります。お休みどころもあります。ここ見晴らしがいい。これ荒川です。こっちからはとてもじゃないけど攻められませんね。攻めるならねあっちですけどね、守りが固められてます。攻めるならね平地になってる部分ですけどね、がっつり守り固められてます。八形城本丸跡、ここか。本丸が立つだけありますよ。こっちはまず無理。あっちも高くなってる。最後の場所って感じです。納得の場所でございます。そして本丸からの眺めはこんな感じです。では見ていただきましょう。じゃじゃじゃん、一望できます。お殿様こうやって眺めてたんでしょうね。今日も平和だ。陽気かな陽気かな。ここも崖ならあそこも崖で交通の要所。ではぐるっと一周して、ね、帰ります。八形城跡、城跡じゃないんだ。八形城は荒川に臨んだ絶海城に位置し、南には深沢川があって自然の要害をなしています。一応ね、落城という表現なんですね。ネットの説明とねちょっと違います。牢城のことも書いてないです。城兵の除名を条件に解除したとは書いてないです。こっちは厳しめな感じです。こっちは立ててますね。小軸にも立ててます。てなわけで戻りましょう。ぐるっと行きます。まさかこっちから来ないだろうと思っていてね、登ってきたら大変ですね。まあそれは抜かりないんでしょう。この辺の守り万全にしないとダメですね。すぐ本丸ですからね。てなわけで下に降りてまいりました。あそこにね地形の模型があります。全体を把握したい。こんな感じ。これ川ですね。でこっちが荒川。荒川の幅が広い。本丸はこの辺かな。ここ切り立ってんのかな。あっちの方に行かないと分かんない。本当に断崖絶壁の上にあります。かつてはねもうちょっと先もお城だったんでしょう。ちょっとねこの先はもう見れそうにないですね。民家が建ってます。すごい崖です。あそこはもう崖になってますね。完全に、ね、断崖絶壁の上にあります。こっち陸続きじゃないんだ。この橋がなければねもう向こうには行けない。うわ怖い。八形城跡一番突端のね反対側に来ました。ここが先っちょですね。完全に崖になってます。でこの辺に本丸があります。まあでね橋はなかったことでしょう。なので、ね、完全に断崖絶壁の上にあります。坂ってレベルじゃないですね。本当に断崖絶壁です。なんなら食い気味です。一見なんか森のように見えるんですけどね、森じゃないですからね。断崖絶壁ですからね。てなわけで反対側はこんな感じでした。引き続きねぐるっと回って帰ります。ここの民家ね崖の突端にあるようです。守り完璧です。ではお城の外側をねまた戻っていきます。大きくね断崖絶壁沿いを歩いてきました。こっちは行けるんだろうか。なんか行けそうにないんだけど。八形城臨海、ここちょっと違うかな。もう一つ隣かな。入る道間違ったかな。こっち側は車通りが激しくて、ね、歩きにくいですね。早く車がないところに移動したい。この辺ね民家が立ち並んでおります。間違ってないよね。もしかしたら入れたのかな。あそこち
なかなか難しいです。なんとか復帰できました。案内マップだとね、あの辺ずっとまっすぐ来れるはずだったんですけどね。あそこに道あんのかな。もうここ歩いたとこですね。ここに道があるはず。まあ、とりあえず土塁がつながっております。でね、この柵を越えて戻ります。ここはもう来るときに通った道です。てなわけでね、実際に断崖絶壁の上にあることが確認できました。こっち側の川がね、 Google マップ上ではね、ちっちゃい川なんですよね。ちっちゃい川だけどすごい断崖絶壁にあります。てなわけで埼玉県寄居のね、八形城跡でした。これはね、戦の城でした。今回は入れませんでしたが、200円でね、歴史館に入れます。ここでさらにね、知識を深めるのもありでしょう。てなわけでこれにてハスラの旅は終了です。峠から歴史まで幅広く見れたと思います。てなわけでね、またハスラの旅にご期待ください。